ステラ・バンデはフランスの女性歌手である。1960年代に家家歌手としてデビューした。後、1970年代にマグマに加入した。ステラ・バンデは1950年12月12日生まれで本名をステラゼルイと言った。両親はユダヤ人。ステラは1960年代に歌手としてデビュー。おじのモーリス・コロンスリプの音楽をもとに、 イエイエをパロディ化した歌を書いていたという。その当時は単にファーストネームのみでステラと名乗っていた。初めての45回転版の録音は13歳の時でこれが評判となり、5年の間に12枚ほどのレコードを録音したというが、ステラ名義の活動は1969年で終わりを迎える。1970年代の初め。 ドラマーのクリスチャン・バンデと結婚し、マグマに加入、バンドの女性ボーカルとして、現在に至るまで在籍する。マグマでの小林五名は、オーガーニック・コモンジャー。バンド活動のほか、1978年には、フランスギャルのショー、メイド・イン・フランスに、コーラスとして参加している。80年代のマグマの活動休止後は、ソロ活動のほか、クリスチャン・バンデの新バンド、 オファリングにも加入するなど、一貫して彼と活動を共にしている。1991年、子供時代以来発のアルバム、D.A.Proof the m l を発表。これには、クリスチャン・バンデやオファリングのミュージシャンが参加している。アルバムには、ジャズ・スタンダードナンバーの、ネイチャー・ボーイが収録されている。また、ピアニストのリディアドマンシッチのカルテットに参加し、2枚の、 アルバムを制作しているほか、パトリック・コーティエや、ピエール・ミッシェル・シバディエといったピアニストや、ベルトラン・ビネや、アレックス・フェランといったギタリスト、シュモング・ベールや、ミッシェル・アルトマイエといったドラマー、オダース・デラモン・ピピンといったグループ、フレデリック・ブリエといったベーシストとも共演している。再婚相手のフランシス・リノンと共同で、セブンス・レコードを1990年に設立、また2002年には、 エクステンションというレーベルも設立している。ディノンとの間には、息子、マーカスが生まれ、彼は現在、マグマの PA や DVD 編集を担当している。ステラ・バンダーの表記もある。ありがとうございます。